さらに接近しております。宇宙飛行士の食料や水、それに実験装置を載せた無人補給機コウノトリ5号機が24日高度およそ400キロの国際宇宙ステーションに到着しました。コウノトリは宇宙ステーションに滞在中の由井公也さんがロボットアームを操作してキャッチしました。まもなくコウノトリ5号機の破事が行われようとしています。国際宇宙ステーションにこれを落とすことになります。どうもありがとうございました。おかげさまで、しっかりと仕事できて着地することができました。これも皆様の本当に日本の方々までですね、また一生懸命働いたというところがあると思います。本当に私もここで仕事ができて本当に日本人であることを誇りに思いますし、みんなチームを誇りに思います。今日は私も一つ、宇宙開発の中では一つの小さな歯車ですけれども、自分の仕事をしっかりして、一等星並みにちょっと輝けたかなと、この瞬間だけは思います。またアメリカ航空宇宙局の管制室では、若田光一さんが地上からの交信担当のリーダーを務め、由井さんとやり取りしながら作業を支援しました。日本のものづくりの技術、そして、宇宙と地球の国際運用チーム全員の情熱と素晴らしいチームワークの力で ISS にコウノトリが無事に到着したことをとても嬉しく思います。由井さん、素晴らしいキャプチャーでした。おめでとうございます。宇宙ステーションへの物資補給をめぐっては、アメリカとロシアが去年から相次いで失敗し、過去4回の補給に全て成功しているコウノトリへの期待が高まっていました。